今日の御言葉、ルカの福音書17章1節2節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。その者にとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がましです。人をつまずかせるものは災いです。なぜなら、神様は一人の人を非常に大切にしておられるからです。つまずくというのは傷つくことです。つまり、人を傷つかせるものは災いなんです。人をつまずかせるものは、重りを体につけられて海に投げ落とされるよりもひどい、厳しい裁きが待っています。神様の裁きはそんなものではありません。人をつまずかせることは罪です。罪人は最後、地獄に行きます。地獄という場所は、火と硫黄の池で、火で永遠に焼かれ続ける世界です。人をつまずかせる者は神様によって永遠の地獄へと落とされて、永遠にもだえ苦しむことになります。そうならないためにも、人をつまずかせないようにしましょう。他人のことを少しでも配慮しましょう。多くの人が自己中心です。自分のことしか考えていません。すると知らず知らずのうちに人を傷つけてしまいます。そうであってはいけません。すべての人に対して愛の心を持ちましょう。今一度自分自身の行動を見つめ直しましょう。知らず知らずのうちに人を傷つけてはいないでしょうか。またわざと人を傷つけてはいないでしょうか。人を傷つける行為は罪です。罪人は最終的に永遠の地獄へと落とされます。そうならないためにも早いうちに悪い言動を改めましょう。神様は一人の人を非常に大切に扱っておられます。私たちもその神様に見習って、目の前にいる一人の人を大切にしていきましょう。 All for Jesus.